んていうか、随分と人気が少ねえんだな。時間も時間ですからね。普段はもっと活気がありますよ。弾もらった。死にさらせ。ありがとう、イクス。別に構わないよ。これが僕の仕事だもの。お、どうしたの？そんな顔をして。いや、あまりの早技に驚いてよ。イケメンの兄ちゃん、すげえ強いんだな。イケメンなんて、そんな風に呼ばれたのは初めてかな。そうね、何せ昔は。ああ、そうだったわね。ユイシスさん、エルシーネさん、いくつはね、昔は。エル、昔のことを話すのはやめてくれないかな。仕方ないわね。あなたがそこまで言うなら勘弁してあげるわ。それに今は話をしないといけない先客がいるものね。さて、一度しか言わないのでよく聞きなさい。あなたの雇い主や目的、いえ、その全てを歌うつもりはありますか？もし歌うのであれば、命だけは助けてあげましょう。本当か？冗談じゃねえだろうな。ええ、あなたたちごと帰参したなどどうでもいいですから。なら全て歌う。だから、口封じですか。まあ妥当な判断と言えますね。この程度のことで歌うような三下など組の害悪でしかありませんから。はっ、強端だな。これだけの数に囲まれてそんな言葉を吐けるなんてよ。だが筋物の世界の常識ってもんをよく分かってるよな。なるほど、狙いは私と頭ですか。となるとあなたたちはアロゲントの組の者ということですか。喋るつもりはないと。なら力ずくで歌ってもらうとしましょうか。その人数で俺たちをどうにかできると思ってんのか。大切なのは量より質です。三下ごときが集まったところで敵ではありません。ええ、ユイシスの言う通りです。それとあなたたちは大きな勘違いをしています。あ、勘違いだ。ここにいるのは私たちだけではありませんよ。あの、この人たちは？ご心配なく、彼らは私の組の組員です。私とユイシスが会う以上、襲撃の一つや二つあって当然です。ですので、何があってもいいよう、万全の体制を敷かせていただきました。でも、これは少しやりすぎじゃない？私や頭たちに加え、
エルやイクスが一緒にいるわけだし、念には念を入れておきたかったのよ。大切な家族が傷つく姿は見たくないから。エル、いや、襲撃の一つや二つあって当然って。姉ちゃんたちはどんだけ物騒な世界で生きてんだよ。私はディートリア組の頭の娘だもの。狙われるのは仕方ないわ。私も幹部の娘でしたので、それにルセリア組を乗っ取りもしましたから。ああ、私たちの知ってる世界と違いすぎます。まあそれはさておき、それなりに生き残ってはいるようですね。クソが、チャカなんぞ使いやがって。てめえ、復兵とは卑怯だぞ。正面向いてかかってこいや。どの口が言うのですか。所詮は三下ですね。もういいです、いくつ、後のことは全て任せます。ああ、それと一人二人は残しておいて、歌ってもらわないといけないから。分かったよ。では私たちは行きましょうか。おい、いいのかよ、ほっといて。ええ、問題ありません。あとはイクスがうまくやっておいてくれますので。あなたの彼への信頼は変わらずですね。もちろんです。今も昔も彼は私が最も信頼し信用している人ですから。敵対関係ですから。ですが先ほどのような数での襲撃は初めてですね。いつもは鉄砲玉 2,3 人程度ですので、あれだけの大人数を用意したのはおそらく皆様とユイシスが的にかけられたからでしょう。ごめんなさい、余計な騒動を持ち込んだわ。気にしなくていいわ。言ったでしょ、エリゴス組とは敵対してるって。それに私たちの目的は組の再興と頭とトレイヤの姉さんの敵討ちよ。なら遅かれ早かれエリゴス組とは戦うことに。恐ろしいですね。さっさと行きましょう。カタギの人間に手を出す者たちを放っておくつもりなの？ええ、私には関係のないことだもの。おい、それはねえだろ。あの親子襲われてるじゃねえか。それに何の問題が。所詮は人事でしょ。エル、あなた、ディートリア組の仁義を。正義を重んじ、弱きを助ける、義教の者としての誇りを忘れたのですか。
ディートリア組の仁義、義教の者としての誇り、そんなものをとうの昔に捨てたわよ。そんなものに縛られていては大切なものは何も守れない。そのことを知ったあの時にね。今の私は私なりの仁義を、義教心を持っている。そして私の持つ仁義に仇の人間に情をかけるなんてものは存在しない。ただそれだけのことよ。信じていたとはね。これは一度しっかりと話をした方が良さそうね。再興した後の組の運営にも大きく関わることだし、ユイシス、あなたのその考えは甘いのよ。そんな甘い考えじゃこの切った張ったの世界をやっていくことなんてできないわ。おい、さっさとこっちに来い。やめて、引っ張らないで。私が何をしたって言うんですか。うちの組の頭がお前を気に入ったらしくてな、自分のものにしたいから連れてこいってよ。恨むんなら俺たちじゃなくて頭に気に入られた自分を恨むんだな。パパ！ちょ、お前はいらねえんだよ。だからとっとと離れやがれ。義に暴力を振るうなど義教の者として許されることではありません。覚悟はできていますね。何を言ってやがる。そっちこそ分かってんのか。俺たちはフラクタ組の人間だぞ。フラクタ組？この町にちょっかいを出してきている信仰の組よ。規模も大したことなく三下の集まりだという報告を受けていたけど、どうやら事実みたいね。エル、どうしてついてきたの？自分には関係ない、そう言っていたあなたが。この親子がどうなろうと私の知ったことではないわ。でもユイシス、あなたは別よ。あなたは私の大切な家族なのだから。てめえら何をごちゃごちゃと。覚悟はできてんだろうね。所詮は三下ですね。ああ、痛いよ。落とし前はその玉でつけなさい。おかしなことを言いますね。
この者たちは綾をつけてきたのです。ならしっかりと落とし前をつけるべきでしょう。このやりとり、武装な姉ちゃんと会った時のことを思い出すぜ。とにかくそれ以上はダメです。エル、この程度の三下を始末したところで何の意味もないわ。それより恐怖という感情を組に持ち帰らせた方が有用よ。その方が向こうの組への牽制にもなるもの。なるほど、一理ありますね。エルシーエって、まさかルセリア組の頭の。おや、私の名前を知っているのですか。逃げろ、殺されちまう。とりあえずこれで問題解決か。ルセリア組は危険と認識しているようですし、問題はないでしょう。あの助けていただきありがとうございます。なんとお礼を言ったらいいか。ユイシスたちに感謝することですね。そうでなければあなたたちを助けるなど絶対にしませんでしたから。エル、どうして。エル、あなたに聞きたいことがあるわ。さっきあなたはディートリア組の神器を、義教の者としての誇りを捨てた。今の自分は自分なりの神器を、義教心を持っている。そしてその神器には仇の人間に情けをかけるなんてものは存在しない。そう言ったわよね。ええ、言ったわね。昔のあなたはディートリア組の神器を重んじ、義教の者として誇りを常に持っていた。私と同じように。でも今のあなたは。ねえエル、あなたに何があったの。何があなたをそんな風に変えてしまったの。簡単な話よ。ディートリア組の神器なんて何の価値もない。それに気づいただけ。私たちディートリア組の組員は神器を重んじ、義教心を大切にしてきたわ。そしてその誓いのもと、町の人たちを助けてきた。ならず者の討伐やちょっかいを出してきたよその組の壊滅、いろいろとやったわね。ええ、そうね。町の人たちのお願いを聞いて、いろいろとしたわ。でも、町の人たちはその恩を、仇で返してきた。それは。あなたもあの町で、ディートリア組がどう思われているのか、知っているでしょ。ええ。ゲントの反乱の余波で町がボロボロになったのは事実よ。そして
ディートリア組が敗北したせいで町の在り方が変容した。守られた安寧の生活で亡くなったのも事実。でもそれは私たちのせいじゃない。全てはアロゲントが反乱を起こしたせい。なのに町の人たちはその全ての席をディートリア組に押し付けた。ディートリア組がいたせいでこんなことになったと言って、私たちが町を守っていたおかげで安寧の生活を送れていた。その事実と恩義を忘れ、怒りの矛先を私たちへと向けた。私はそれを見て、組を裏切り反逆したアロゲントを、組を裏切りアロゲント側についた私の両親を、私たちを裏切った町の人たちを身近で見て理解したのよ。ディートリア組の仁義は甘い考えでしかないって、何の価値もないって。そしてそんな考えを持っていたら本当に大切なものを守れないって。だからディートリア組の仁義を、義教の者としての誇りを捨てたと。正確には私なりの仁義を、私なりの義教心を持つようになった。私は何があろうとも私の大切なものを、大切な人たちを守ってみせる。それを邪魔する者は誰であろうと、たとえ仇であろうと潰す。それ以外のものに関してはどうなろうと私の知ったことではない。それが今の私の考え方で、私の仁義のあり方よ。